いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は私が施工した自動火災防止設備のシステム、今のシステムがですね、音響っていうところで言うと、音声警報と、ベルによるですね、鳴動と、共存している形に、受信機の方ですね、線を入れてセッティングしてるんですが、私がですね、道の駅さん、ある道の駅さんなんですが、点検してた時なんですけどね、非常放送、通常非常放送でですね、システムを組んでる場合には、ベル線にはですね、線が入ってないんですが、非常放送を組んでるにもかかわらずですね、ベル線に、そこは線が入ってて、実際ですね、音響を鳴動させると、非常放送とですね、ある箇所はベルが鳴動する、そういったですね、共存にシステムがありますので、今それをですね、再現しています。で、音響が鳴動するとですね、ベルの音が鳴るのと、音声警報が鳴りますので、その確認をしていきましょう。ではですね、火災試験していきます。火災試験、回線選択、1番選択しましょう。でですね、実行ボタンを押すと、先に蓄積がかかって、蓄積がですね、経過後に火災確定でですね、音声による警報と、ベルによるですね、音響が鳴動しますので、見ていてください。ただですね、実行ボタンを押していきます。蓄積中、1番蓄積。共存する、そういったですね、防火対象物も、存在します。